おはようございます。今日ね、ここに映ってるのは白川、愛媛県の瀬戸内海一本釣りです。まあまあね、これでかいんだけども、1キロ目回りですね。アマダイにはこれ白川があり、赤、黄とあるんですけど、やっぱ白川がやっぱり抜群なんですよ。で、特に瀬戸内海の、白川はやっぱり一川。向けて、まあ、別格ですもんね。これどうしようか。塩で刺身にして、これ一本釣りなんで、身がパンパン状態だから、これ刺身用として甘みがある刺身をするには塩でね、甘み出そうと思っています。あ、次にね、ここね、房総半島の一本釣りの石鯛ですね。まあ、磯物魚で石垣の方が僕は好きなんだけど、今日身の回りがすごかったので、これもうね、すごいつるっとパンパンだから、鮮度もね、超ベリグッドですね。これほんとすごいな。ここもだから、これを焼き物、刺身もうまいんだけど、磯の香りが強いんで、まあ、どうしようかなって思って、皮で炙りするかどうしようか今ちょっと悩んでます。まあ、どうしていこうか、おろしてから考えるんですけど、基本的にこれね、切り身で、美味しい切り身っていう注文あるんで、まあ、これをちょっと、塩焼き、もしくは、これ鬼漬けしてもうまいんですよ、石鯛って。油乗ってますから、まあ、そういう感じでいこうかなと思ってます。うん、間違いないね。これパンパンですかね、ここの辺り。ここも。うん。これはいいや。こちら、瀬戸内海。房総。千葉県ですね。桂の方です。その辺で今からどんどん仕込んでいきたいと思います。ね。これは本当に美味しく。まあ、甘だよね。特に刺身だなんで、じっくりとやっていきたいと思います。それでは、以上です。また明日。